はい、こんにちは。まーチャンネルマイハです。はい、今日はこちらですね。うん、任天堂ラボのトイコン03ドライブキットです。はい、2018年9月14日本日発売のこの任天堂ラボのドライブキット購入してきました。はい、このドライブキットでは5つのトイコンを作ることができますね。まず1つ目が鍵トイコン、次がアクセルペダルトイコン、次が車トイコン、次が潜水艦トイコン、最後が飛行機トイコンですね。で、ちょっと今回はですね、昼間にパパがつまんない最初の鍵トイコンとアクセルペダルトイコンパパ作っちゃいましたので、うん、そちらの作ってる様子をご覧ください。はい、まずこちらが鍵トイコンですね。これ横からね、ジョイコンを入れる感じなんだけど、こんな感じね。上がこうボタンになってる感じ、これが R ボタンだね、多分。あ、そうそんな感じですね。で、この鍵トイコンが車トイコンとかのこう、ブシュッて刺さるんだろうね、多分ね。おで、これ単体で遊ぶことはできません。あら、うん、だからこれもう本当に鍵なんだね、うん。はい、続いてこちらがアクセルペダルトイコンですね、うん。これね、足で踏むんだけど、うん、こんな感じ、おゴムになってるんだね、こう。結構強いでしょ、うん、ね、ゴムが勢いあるゴムだからね、うん。で、中にここにジョイコンが入ってますね、はい。このジャイロセンサーで動くようになってんだね、うん、面白いね、またね。で、このね、アクセルペダルトイコンでゲームができますんで、うん、今からちょっと遊んでみようか。はい、はい、今ね、画面出てると思うけどスロットカーってやつですね、うん。はい、お願いします、はい、はい。これで、このペダル、まあ、とりあえず一番簡単なそれでやってください。パパは一回遊んでるけどね、うん、出来上がった時に遊んだんだけどさ。なるほど、はい、これをグングンやる。そうとりあえず手でやってみようか、今ね、分かりやすいように、うん。 L ボタン、はい、セットしてあります。 OK、 OK、2、1。これちょっとカーブで緩めないといけないよ。あ、ほんとだ。そう、カーブで緩めないとコースアウトしちゃうからね。なるほど。そうで、ストレートで速く。パパ37秒で3周してますんで、一回ね、見たらパパね、コースアウトしちゃった。あら、おお、破壊したよ。さあ、何秒大臣くん、パパコースアウトしてっからな。その分考えると、おっと、さあ、あと1周、4周か。さあ、どうだ、パパを超えられるか。おお、やったー、抜かれた。しかもコースアウトしなかった。しなかったね。イエーイ。こんな感じですね、うん。他にもね、いろいろあるんで、これしようか、うん。じゃあ、このちょっとヘビみたいなことにしようか。で、今回は足ですね。足元でエイジン君やってください。足元ちょっと映せないけど、さあ、おーっと、すげえジャンプ。おーっと、すごい。どう、足でやるといい。うわ、あー、いいね。あ、ブーブーになってる。そうだね、足でやるとこの半分踏むっていうね、うん、そういうのが体感できるからいいよね。おお、すごいジャンプ台。うぃ、すごい。ああ、やばい。おお、さあ、これはどうやら1周2周できるかな。ああ、わかった。ということは、最後のゴールできるか。あと1周できるかな。そっか、これ秒数じゃないんだ。あー、また落ちた。5周なんだね。5周の秒数で決まるんだな。オッケーオッケー。じゃあ、今度パパやります。あ、これ終わった後もずっとやるんだ。はい、じゃあ今度パパやらせてください。じゃあパパやるね。うん、お、ちょっとゴー。さあ、僕の50何秒とかを越せるか。さあ、ちょっとここはね、パパはもうドライブ歴は長いから、エイジン君より。ここは思いっきりやんなきゃいけなかった。とりあえずコースアウトさえしなければエイシン君に勝てんじゃねえ。まあ、そうだね。ここが思いっきり、ほいや、おお、コースアウト。ここもジャンプ。オッケー、いいよ。ほい、あ、落ちそう。あ、危ない。コースアウトしていこう。ジャンプ。オッケー、よし、この次がジャンプ。オッケー、いいよ。
いやいや、これ最後、ファイナルラップ。さあ、最後、そう、オッケー。7秒近く早かったですね。はい、他にもですね、このサーキットとかペイントとかドライブ、ラリー、バトルっていうのがあるんだけど、これは他のトイコンと作らないと面白くない、うん、このね、車トイコンとこのアクセルペダルトイコン、うん、組み合わせるとめちゃめちゃ楽しいと思うんだよね。多分こうなる。おーすげーなるよね、うん、なんで、今日はですね、ちょっと時間がなかったんでこれは作らないんだけど、うん、次回はこちらを作って遊んでいきたいなと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。